関越トンネル、関越トンネル、関越トンネルへご表記。関越トンネルは、群馬県都根郡水上町と新潟県、南魚沼郡湯,湯沢町の県境間にある、関越自動車道のトンネル、谷川武市を貫通している。都根郡水上町の谷川武市 PA と、南魚沼郡湯沢町の土たる PA の間にあり、 全長は上り線が11,055メートル、下り線は1926メートルで道路のトンネルでは日本最長だったが、2015年3月7日に首都高速中央環状線の山手トンネル、全長18,200メートルが全線で開通したのに伴いその座を明け渡し、2018年現在はそのトンネルに次いで2番目、世界でも17番目、 山椒という長大トンネルでもある。ただし、山岳道路トンネル、また高速自動車国道のトンネルとしては依然として日本最長を維持している。総事業費は当時で約630億円。1985年10月2日、現在の下り線トンネルが開通した。当初は片側1車線、暫定2車線の対面通行であった。これにより、 関越道のネディマ IC 長岡 JCT 間の全線が開通し、日本で最初の列島横断道が完成した。さらに1991年10月22日に上り線トンネルが開通し、全区間が4車線となった。長大のトンネルゆえか、トンネル内は開通以来最高速度が時速 70km に規制されていたが、2015年10月1日に、 キロ 80km に引き上げられている。なお、谷川武史 PA には、トンネルの概要などを紹介したトンネル館が2014年まで、あった。事故、火災、故障車両発生などの緊急時に備え、上下線とも、トンネル入り口には、信号機が設置されている。トンネル最直前の信号機の手前には、赤信号の時の停止線がある。トンネル内では、 ハイウェイラジオが放送されている。再送信は在京の民放 AM ラジオ3局、TBS ラジオ、文化放送、日本放送と NHK 第一東京局が行っている。しかし、これらのラジオ局に設定していても、数回ネクスコ東日本の案内メッセージが流れる。新潟との県境であるが、新潟県域局である、ラジオ局、新潟放送、BSN ラジオと、 NHK 新潟放送局のラジ第1放送は再送信されていない。また、全線にわたって携帯電話の通話も可能である。トンネル内の電力は走行車線側及び追い越し車線側がそれぞれ東京電力及び東北電力により供給されている。これは一方の電力会社のみに起因して停電となっただけでトンネル内が消灯ししまうのを避けるためである。 153キロポスト付近に、群馬県と新潟県の県境があり、路面と壁に線が引かれていて走行中でも見えるほどに大きく書いてある。トンネルの換気のため、谷川地下換気所、水上側から3738メートル地点、万太郎地下換気所、湯沢側から2968メートル地点が設けられている。 地上部が非常に急峻な地形で登山道すらなく、作業道を開通させることができなかったことから、通常のトンネルと異なりトンネル内部から掘り上げるという変わった工法で建設された。このため、換気所の地上部分については、集計にまで手が回らず、コンクリート打ち離しという非常に無機質な外観となっている。関越トンネルには、上下線のトンネルの中間に並行して避難行。 避難用トンネルが存在している。このトンネルは建設時に地質調査や本トンネル建設作業のための先進知るべきとして掘られ、後に避難用として転用されたものである。両側の本線からは下り車線は350メートル沖きに、上り車線は700メートル沖きに連絡口が配置され、火災等の緊急時には当該トンネルから避難口へ、さらには 反対側のトンネルへ避難することも可能である。こうした避難校の設置思想は、透明高速道路の日本坂トンネル火災事故での死亡事故を教訓として、関越トンネル以降に建設された自動車用庁、距離トンネル建設において一般化されるようになった。およそ 11km に及ぶ長大トンネルであるため、関越トンネルを含む水上 IC、湯沢 IC の 間は危険物積載車両、柏崎刈羽原子力発電所の核燃料を除くは通行できない。県境を越えるこれら車両は、月夜野 IC、湯沢 IC の間は、国道17号、三国峠を通行することになる。これは、該当車両が水長 IC で退出したとしても、接続道路である国道291号は、県境付近が通行不能あり、結果として、 国道17号を利用するために、月夜の IC 付近まで戻る必要があるためである。下り線の月夜の IC 及び水上 IC の手前と、上り線のユーザー IC の手前には、該当車両に退出を促す内容の標識がある。なお、上り線を走行している該当車両がトンネル手前まで来てしまった場合には、下り線へ U ターンできるよう土たる PA に退出路が設けられている。 また、金属製のタイヤチェーンを装着した車両は、走行中に、チェーンが切れ事故を誘発する恐れがあるため、通行が禁止されている。このため、スタッドレスタイヤを使用するか、トンネル両端部の谷川武史 PA、土樽 PA で、チェーンの脱着作業を行う必要がある。ただし、ゴム製のタイヤチェーンの場合はそのまま走行可能だが、 路面との摩擦による破断を防ぐため速度が時速 50km に規制される。ちなみにトンネル手前の各 PA までチェーン規制が行われている場合や降雪により今後チェーン規制を行う可能性がある場合はスタッドレスタイヤ車や大型車を含め全車がこれら PA に誘導車タイヤの確認が行われる。この影響により これら PA を先頭に渋滞が発生しやすい。トンネル維持、管理費が高額なため、トンネルにかかる水上 IC 湯沢 IC 間は、高速道路の対距離料金がタック間に比べ1.6倍にもなっている関越特別区間。これは長距離トンネルである中央自動車道の江良山トンネルや東海北陸自動車道の日田トンネルも同様である。なお、 2011年8月1日より2013年年度末までの予定で、江奈山トンネルや日田トンネルとともに料金が一般区間並みに引き下げられた。その後、2014年4月1日より当面10年間実施の予定で ETC 無線通行時に限り、引き続き料金引き下げが行われている。2012年12月2日午前8時頃に発生した 中央道上り線笹子トンネル天井崩落事故を受けて、ネクスコ東日本は全国にある笹子トンネルと同型のトンネル全てを緊急点検すると発表した。関越トンネルにおいてもこれに該当し、3日から順次点検が行われた。その後、2013年6月17日付のプレスリリースによると、上り線が7月1日4日4日、 下り線が7月11日16日17日の、それぞれ20時から翌朝6時まで通行止めとし、関越トンネル内の天井板3枚を撤去すると発表した。なお、通行止め規制区間は上り線が湯沢 IC 水上 IC 間、下り線が月夜の IC 湯沢 IC 間である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。